こんにちは、ダイスです。今回は簡単にできる X ランクのモンスター龍神王の作り方についてをご紹介していきます。 X モンスターの龍神王を作るためには前提としてひらがなの龍王が必ず必要になります。ひらがなの龍王から漢字の龍王にして、その後光の番人と配合することでできるんですが、ひらがなの龍王に関しては以前動画で簡単に作れる方法をご紹介しているので、そちらを参考にしていただければと思います。ということで、今回の動画は漢字の龍王と光の番人を作って、最後に龍神王にしていきます。龍神王の場合のメリットは、最強アタッカースキルって言われている龍神王が持っている龍神王っていうスキルがあることです。デメリットは中級エリアでのスカウトがすごく楽になるので、初級だとだいぶ時間がかかるっていうところかなと思います。動画の流れとしては、必要なモンスターをスカウトして場所もご紹介します。その後、龍王、光の番人の順番で作っていこうと思います。まずはモンスターのスカウトからです。中級エリアから回る方が楽なので回っていきます。場所としては龍神殿の魔界中級にいるストーンマン、そして軍隊ガニです。軍隊ガニは他のエリアでも出るんですが、晴れの日だったら神殿の方の前かな、そっちの方が楽です。軍隊ガニの場合は水辺の近くに出てきますので、こんな感じで一緒に出てくることもあります。続いて、覇王城の魔界中級の薄明の洞窟内にいるマタンゴ。マタンゴに関しては、作り方とすれば、お化けキノコと夢入道をかけても作れます。なので初級エリアでもできるんですが、ここの方が楽なのでおすすめです。続いて、これが一番めんどくさかったんですが、覇王城の魔界中級の春または冬の晴れた日にいるグリズリー2体です。ヘブンズキーに飛んだ状態で、右手側の桜の木の脇に春は出てきます。冬に関してはちょっと場所が違うので、この後ご紹介します。冬はヘブンズキーから見るとこの位置あたりに来てください。上が塔になってます。ここ凍結してる川を渡れるように冬はなるんですが、丘の向こう側に洞窟があって、その中にグリズリーが寝ています。冬はここにしかいないので、この位置に来てスカウトしてください。続いて、同じく覇王城の魔界中級の人食い草を1体です。一緒に今出てるサンダーフロックは本当は使うと楽だったんですが、私スカウトができなかったので、シールゴーレムは別の方法で作ってます。スカウトできるっていう方は、ちょっと今回ご紹介するモンスターの数が少なくなっていらないのも出てくるんですけど、スカウトしておいた方が楽です。物質系とかけるとシーゴーレムがすぐに出来上がります。続いて、同じく覇王城の魔界中級の夏にいるキツネビです。ヘブンズキー側から来ると道なりに進んでいけば1体いるのと、あとプラスで塔の目の前にも出てるので、2箇所で往復してスカウトしてみてください。作り方としては、初級だったらドラゴンとゾンビどっちがいいでかけたら、多分キツネビ出来上がると思うのでやってみてください。キツネビに関しては1体で大丈夫です。続いて、煉獄峠の魔界初級の薄明の洞窟内にいるランタン小僧1体です。薄明の洞窟内だとランタン小僧いつもいるので、捕まえるのはここがおすすめです。ランタン小僧に関してはシーゴーレムがサンダーフロックでできていれば必要ありません。次に、同じく煉獄峠の魔界初級の晴れの日にいるスライムベスを3体と、秋にいるメーダを1体です。秋だと晴れればスライムベスもメーダもいるので、秋に来るのがここはおすすめかなと思います。続いて、カンビロウの魔界初級外にいるコドラです。パンケーキ山の洞窟のところに飛んで、目の前に必ず2体ぐらいいるので、ここでスカウトするのが一番楽じゃないかなと思うので、やってみてください。続いては、鋼鉄砦の魔界初級の秋に出てくるアイアンタートルを1体です。アイアンタートルは村の近くから探しに行った方が何箇所も出てるので、そこが一番いいかなと思います。続いて、同じく鋼鉄砦の魔界初級の大冠死闘の中にいる物質系です。カラクリエッグでもさまよう鎧でも大丈夫なので、1体スカウトしてください。続いては、鋼鉄砦の魔界の中級です。中級は建物のところに飛ぶとベレスがこうやって門のところにいるので、このベレスを1体スカウトしてください。
続いて甘味楼の魔界中級にあるアイスの塔の中です。フロストギズモが1体必要なのでここでスカウトするようにしてください。もしできないっていう方はギズモは鋼鉄砦での初級ガスの日に出ますし、甘味楼の初級冬にシノーノが出るのでこの2体を配合してフロストギズモを作ってください。続いては人間界です。どっちでもいいんですけど秋に出てくるナスビラーナか串出しツインを1匹入手してください。それでは配合です。漢字の竜王で終わらせる場合はここ1体でいいんですけど、新竜王を作る場合には2体作ってください。配合するのはスライムベスとコドラです。この2体を使ってドラゴンキッズを作ります。これドラゴンを作ってるんですけど、ドラゴンキッズ、ドラゴン2体だと2匹いるので配合も2回して2匹のドラゴンキッズを作るようにしてください。続いて配合して作ったドラゴンキッズとスカウトしてきたグリズリーを配合してドラゴンを作ります。このドラゴンがダースドラゴンを作るときと、あと光の万人を作るときで必要になるのでドラゴンは2体です。ここからの配合はサンターフロッグがいる方はしなくても大丈夫です。まずはナスビラーナか串出しツインとメーダでオニオンを作ります。オニオンも配合に使います。今度はオニオンとマタンゴを配合して地獄玉ねぎを作ります。この工程もサンダーフロックがいれば必要はありません。いない人はこの状態で作ってください。次、地獄玉ねぎとランタン小僧を配合してシーゴーレムを作ります。今ちょっとお話ししましたが、サンダーフロックがいれば物質系と掛け合わせればシーゴーレム出来上がりますので、こっちで作る方が個人的には楽です。ただ今回スカウト失敗したので普通に作りました。続いてキツネビとフロストギズモ配合するとブリザードが出来上がります。次に作ったブリザードとスカウトしてきたベレスを配合してブリザードマンを作ります。ブリザードマン結構いろんなところで使ったりするので、何体かキツネビとかいた方がいいんじゃないかなって個人的には思います。続いて配合して作ったブリザードマンとシーゴーレムを配合してスノーホムンクルスを作ります。スノーホムンクルスはまだリーズレット作ってないっていう方はスノーホムンクルスリーズレットでも使うので、今回で2体作っておくと後々楽なんじゃないかなと個人的には思います。次に今作ったスノーゴーレムとスカウトしてきたストーンマンを配合してゴーレムを作ります。今作ゴーレム普通に出てこないんですよね。そしてゴーレムと先ほど作ったドラゴンを配合すると欲しかったダースドラゴンが出来上がります。このダースドラゴンとひらがなの竜王を配合することで、今回だと途中経過になっちゃうんですが漢字の竜王が出来上がります。竜王でストップする人はここまでです。この次はこの竜王をさらに新竜王にするための配合です。使うのは人食い草と軍隊ガニです。この2体で地獄のハサミを作ります。作った地獄のハサミは何でもいいんですけど物質系のものと配合してサソリアーマーを作ります。サソリアーマーも結構強いモンスターには配合で使ったりするので、この作り方で覚えておくと楽だと思います。続いては配合して作ったサソリアーマーとスカウトしてきたアイアンタートルを配合してランドアーマーを作ります。ランドアーマーに関しても結構いろんなとこで配合したりするんですよね。続いてスライムベスト、今ほど作ったランドアーマーを使うと風雷スライムができます。風雷スライムに関しては今作で新しく追加になったスライム系のモンスターです。めちゃくちゃ可愛いですよね。いつか作りたいと思ってたんですが、結構作るのややこしいモンスターになっていて驚きました。次です。続いて風雷スライムと先ほど作っておいたドラゴンを配合して光の番人を作ります。光の番人は過去作で使ってたっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、今作はこの作り方になるみたいです。
最後になりました。漢字の竜王と作った光の番人を配合して目的だった竜神王を作ります。一番上にある竜神王っていうスキルが最強スキルなので入れておいた方がいいのと、あと途中でね作ってきたのをどうしようかめちゃくちゃ迷ってるんですけど、極意に関してはなんか竜神王と被ってるのでこれにしました。いいのかな。また欲しくなったらね作り直しして最後に配合しようかなって思います。はい、これで竜神王が出来上がりました。やっぱり中級まで来てから作る方が楽なので、おすすめは中級からかなと思っちゃいますね。出来上がった竜神王に会いに来てみたらすごくちっちゃかったです。はい、L サイズで作るとスキルとかが変わってくるのでお調べいただければなと思うんですが、S サイズの場合は、1から3回攻撃とかっていうのがないんですよね。ただ私の場合は8体手持ちに入れて進めたいなと思ってたので S サイズにしちゃいました。一応ですね最強スキルの竜神王はある状態なので、この子をまた育てていってもうちょっとね強くしながら進めようかなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!